どうも、初めてのウクレレ教室講師の鈴木智樹です。この動画はウクレレを始めたいけど近くに先生がいないという声を受けて始めた、ウクレレレッスン動画です。今回はタブ譜の読み方をご紹介いたします。まずタブ譜というものは何かと言いますと、今下に出ているんじゃないかなと思うんですが、この楽譜の下の段にある TABと書かれた譜面のことをタブ譜と言います。これはウクレレ専用の楽譜となっておりまして、これが読めないことにはウクレレを弾くことができません。このタブ譜の見方は上の線から1弦、2弦、3弦、4弦という風に並んでいます。この時によく間違いがあるのが、ウクレレは上から4弦、3弦、2弦、1弦という風になっているんですが、タブ譜は上から1弦、2弦、3弦、4弦となっているんで、ここだけ間違えないように気をつけていきましょう。では早速譜面を見ながら説明していきたいと思います。さあ、それでは早速譜面を見ながらやっていきたいと思うんですが、まずタブ譜を見るとですね、下から2本目の弦に0と書いてあります。この数字はフレット番号を示しています。0フレットというと何も押さえずに弾くこと、これを0フレットと言います。なので3弦の何も押さえずに0フレットを弾くというと、何も押さえずにこの3弦だけを弾くことを3弦の0フレットと書いてあります。次は同じ弦上に数字の2と書いてありますね。ということは2フレットを押さえるということになります。1本目、2本目のフレットを押さえて鳴らしていきます。ただこうやって鳴らすときに注意点がいくつかあります。まずは必ずこのフレットの近くを押さえて鳴らすことですね。フレットから遠ざかるというのはこの2フレットから1フレット側に行くことを遠ざかると言います。なぜ遠ざかってはいけないのかと言いますと、フレットから遠ざけていくといただいたように音がビーンと響いてしまうんですね。なので、フレットの近くを押さえて鳴らしていきましょう。ただここで注意しなければいけないのが、このフレットの真上を押さえてしまうと音が鳴らなくなってしまいます。なので必ずフレットのギリギリのあたりを押さえて鳴らしてあげるのが一番理想とされています。そして押さえる指は必ず指先で押さえていきます。ではまずは3弦の0を鳴らすとドの音、そこから2フレットを今回は中指で押さえて鳴らしていくとレの音が鳴ります。そしてその次、1本上の線の0と書いてあるんで、ウクレレに直すと下から2本目の2弦目の0を弾いてあげるとミの音が鳴っていますね。そしてその同じ弦上に数字の1と書いてあるので、その数字の1は今回は人差し指を使って押さえて弾いてあげます。この時も指先でフレットの近くを押さえて鳴らしてあげるとファの音が鳴っています。これをつなげていきますと、ドをレでミリファが弾くことができましたね。さあそのまま続きに行きますと、次はソの音を鳴らしたいと思います。ソの音はですね、よく教則本でもあるんですが、ファを弾いた弦2弦目の3フレットを押さえて鳴らすことがよく書かれているんですが、僕がおすすめするのは4弦の開放弦を使います。開放弦というと0フレットですね。なので4弦を何も押さえずに弾いてあげる。そうすると、ソの音が鳴ります。そしてその次は、ラ。ラは、またそのグッと反対側、一番下の弦、1弦の0フレットを鳴らしてあげます。そうすると、これがラーになってますね。ここまでいけましたでしょうか。さあ、最後は、シーとドになりますね。まずは、シーは、一番下の弦、1弦の2フレットを中指で押さえてあげます。そうすると、シの音が鳴りますね。そして、最後。最後はですね、高いド。これは薬指を使って1弦の3フレット目を押さえて鳴らしてあげます。そうすると、ドの音が鳴ります。なので、1弦、
一番下の一弦でラ、シ、ドという風に鳴らすことができるんですね。さあ、ここまでいけたらドレミファソラシドと弾いてみましょう。では、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。このようにしてウクレレでドレミファソラシドを弾いてみました。皆様タブ譜は読めましたでしょうか。そして最後に弾く時の右手の注意点なんですが、必ずこの膨らみのところに手は添えたまま、そして親指は指先で弾いて、弾く時に下の弦に落とすように弾いてください。弾いた後に手を離さないように気をつけていきましょう。必ず弾いた後は下の弦に指を落とす。指を落とす。左手はフレットの近くを押さえる。そこら辺も気をつけて見ていきましょう。はい、ということでタブ譜でドレミファソラシドを見ていきました。皆様いかがだったでしょうか。弾けましたでしょうか。またこの動画を参考に、他のタブ譜も読みながら、いろいろ曲を弾いてみてください。はい、というわけで、私鈴木智樹はですね、 Twitter や Facebook、 そして Instagram などもやっておりますので、ぜひぜひ皆様フォローの方よろしくお願いいたします。そしてこの動画を楽しんでくださった方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画はウクレレでメロディーを弾いてみようというところに進んでいきます。皆様今回はお疲れ様でした。またまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。